で、まあオリンピックを終えてついに1965年の世界選手権の話聞きたいと思うんですけども、はい、まあフリー3位で、まあ、当時4位っていうすごい成績をコロラドで収められましたけども、当時の演技って振り返られてどうですか？自分の中では完璧にできたっていう。いや、失敗もあったし、完璧という言葉はどうしても使えないですけど、うん、でも今から考えたら、あの海抜の高さで、まあやっぱりよくあそこまで滑ったなとは思いますね。やっぱコロラドって苦しいですか？はい、1800ぐらいだっけ、海抜がね。うん、だからのほとんどの人が初日はみんなスピンなんかやったら鼻血飛ばしちゃう。鼻血を飛ばす、うん、という酸素ボンベ置いてあるもんね、レッグサイド、うん、そういうとこなんです。だから地元の役員さんがとにかく気をつけろっていうことをみんなに言って回る、はい、うん、体がそれ馴染んでしまえばね、うん、そういうことにはあんまりならないんですけど、でもとにかく厳しい、うん、でもそんな厳しい条件で野村先生がすごいいい成績を残せたっていうのは、例えばコロラドだからジャンプが飛びやすかったりとか、そういうなんか自分に良かったとか、そういうのがあったんですか？それはないとは言いませんけど、はい、でもそれよりやっぱり苦しい方が先じゃないですか。うん、でもそれこそトレーナーの先生と相談して、じゃあマスクして走ろうっつって、うん、マスクして陸トレやったりとか、うん、結構いろんなことをやって、うん、まあ中でよく自分でもよくできたなというふうには思ってますけど。うん、当時、はい、昔僕が野村先生に取材した時に、はい、君がアジア人じゃなかったら表彰台に登れたよって言われたっていう話を聞いてたんですけども、はいはい、それはどういう感じで言われたんですか？やっぱりフィギュアスケートっていうのは、うん、そのジャッジ一人一人の主観で決めていくものじゃないですか。当時はそうですよね。いや、今でもそうですよ。今でもそうです、うん、だからそれは非常に厳しい、うんうん、やっぱりジャッジも試されてるわけですから、うん、私は国の代表として出てきてミスジャッジしてはいけない、うん、じゃあどうするの、前年度の結果を見て、うん、大体の順番を頭の中でこう組み立ててる、うん、だからできるだけそれに沿って点数を出していこうとするから、それは非常に厳しいものだっていうことです。それって誰にどういうふうに言われたんですか？選手に言われたんですか？コーチ？もうそれはもうフィギュア界では常識みたいなもんですから。はい、やっぱりアジアの選手は、いや、まあその当時だったらアジアっていうことも言葉も通用したんでしょうけど、今じゃそういうわけにいきませんよね。日本も頑張るし、中国もあんなに頑張るし、韓国だって頑張ってるし、そうするともう同じじゃないですか。だからもう 今ではもうそれは死語になってると思いますよ。でも死語じゃないでしょ。まあね、今だってね言われてるますよね。今でもあると思いますよ、やっぱり。でも全てのことに公平っていうことはありえないからねそれを覚悟し、特にこういう採点競技はもうそれを覚悟してやらないといけない。だからそれはもう選手がね、みんな知ってて、うん、陰で一生懸命みんな僕に応援してくれる、うん、
一緒に試合に出てる連中ですよ、はい、うん、その外国であろうと、うん、どこの選手であろうと、うん、信子先生を応援してくださってたっていう感じなんですか、うん、だから僕が結構あのコンパルソリでループっていうのね、はい、が良かったんですよ、はい、そしたら選手みんなが7、8人リンクサイドに並んで僕が滑るときみんな見てるんですよ。で終わったら、まあ、コンパソリだけではパラパラパラと拍手してくれて、はい、でじっと立ってる、はい、点数出るまで、はい、点数が低いんですよ。そしたらその選手たちが大声で冗談じゃないっつってわーわーその騒ぎ立てたりしてね、はい、うん、試合が中断したりとかそういうこともありましたよ。うん、だからみんなが応援してくれて、はい、うん、それはとってもあの、まあ、嬉しかった、うん、まあ、そういう結果にはだったけど、うん、結構スケーター仲間が登ることをそうです、うん、すごい応援してくれるっていうのはすごい、うん、まあ、今でも財産というかなってるそうですね、ですかね、はい。でも今はね、もうおかげさまで日本の選手、いやまあ最終グループかなというふうにはほとんどのジャッジがやっぱり思ってくれてる、はい、うん、当時はまだアウトリンクもあったんですかね。はい、アウトリンクの思い出って何かあります？アウトリンクの思い出ったらやっぱりダボスかな。ダボスって何年ですか？66年63年66年それは最後ね。僕がやっぱり一番忘れられないのはやっぱりコルティナ63年の、うん、夜中ですよ。12時頃から試合が始まるんですよ。夜中の12時からですか？はい、アウトドアでマイナス。なぜかっていうと、はい、その時間がニューヨークタイムの夜8時になるんですよ。アメリカとヨーロッパと実は8時間でしょ。そうすると夕方になるんですよ時間が。そうすると、うん、みんなテレビ見ると。テレビのためって昔からなんですね、うん、そうです。まあ、アメリカのあのテレビが買ってますからね、はい、うん、それでそんな夜の11時とか12時とかそういう時間から始めて、はい、うん、アウトドアですから、はい、冷夏30度その時。冷夏30度、はい、外気温がね、はい、で試合だから手袋しない、しない、うん、そしたらこっから先ね、はい、5分間滑り終わったら真っ白なんですよ。もう指がもうこうはならないんです、はい、こうなんです。固まっちゃって5分間滑り終わって、はい、もう背中にちょろっと汗かくぐらいで、それで終わってきてさあ靴脱ごうと思ったら指が動かない、はい、靴紐取れないんですよ、はい、だちゃんとよくしたもんで、あの結構年配のおじさんが待ってて、そのおじさんが選手一人ずつ靴紐を全部ほどいてあげるんですよ。あ、そういう担当の人がいらっしゃる、うん、その控え室にね、そのおじさんが一人いて、みんなの靴をこう靴紐をほどいてくれて、それでみんなにこのブレードを触っちゃダメだよって、これ触ったらこの皮がペロッと取れちゃうからね、氷触るよね、うん、触っちゃダメだよ触っちゃダメだよって言ってみんなの靴紐をほどいてくれる、うん、そういうところで、うん、それがその時間がニューヨークでちょうどね7時とか8時とかっていう時間帯になってるわけですよ。誰が優勝したの？その時あの時は、誰だっけ？その前の年ドニー・ジャクソンでしょ？62年、その次の年あれが
マックファーソンが2番になったのかな、うん、うん、1番誰だっけ、カナダだね、うん。